どうもお久しぶりでございます田中真希子でございますけれどもまあ私このダミ声11年ぶりに永田町に、えー、足を踏み入れましてお菓子屋さんに参りましたけれどもまあなんとも相変わらずきな粉臭い感じがしましたね最近の糖分あれ何なんですか糖分を控えさせていただきます差し控えるってのは健康にやましいから抜いちゃってるってことでしょ そんなに国民はデブじゃないいいですよだいたい国民はそんなに甘くないですからねそっちから糖分を控えてどうするんですかっていう話ですよまあ安倍川派も賞味期限切れちゃってるなぁと感じましたし大福の方の副大臣ももう3回も入れ替えしてるじゃないですかまあ正解では裏金のことを昔からまんじゅうと呼ばれていましたけれどもまあ糖分を控えるんでしたら全員のお菓子作りを差し控えたらいかがでしょうか ご提案申し上げます田中真彦でございました